高浜中学校の生徒たちがこのほど地元の山城に設置する案内看板などを作りました。高浜町宮崎に残る県内最大規模の城跡、佐伯山城跡に設置する看板作りに取り組んだのは高浜中学校の1年生77人です。生徒らはこの日、看板の土台の製作班や休憩用のベンチの製作班など4つのグループに分かれてそれぞれ作業を行いました。このうち案内看板の下地塗り作業では、はじめに講師を務めた高浜町和田の書家角谷直樹さんが文字を書くために必要な看板の磨き方を解説しました。この後生徒たちは2人1組に分かれて角谷さんのサポートを受けながら看板に使う欅の板をヤスリで磨いていきました。こっちの方は肉まんまで、ここがめっちゃこの前な、すごいめっちゃ小さい、結構体重かけて、うん、すごい3本。じゃあ皆さん今こんな状態、このトノコと水を混ぜてこう上に上げたら垂れない具合にこう仕上げるのが大事なんで、これも木の繊維に沿って筆で塗ってください。はい、こう繊維に沿って塗っていきます。拭いていいですか？塗ってからで、ね、全部これやめなんだよ。高浜中学校では総合的な学習の一環で生徒らが地元の魅力を発見し、まちづくりに参画することを目標とした探究活動に取り組んでいます。看板作りは城跡を新たな観光スポットとして町の活性化に活用できればと、佐伯山城跡保存会と連携して行われました。やってみて、大変だった一面もありますし、釣りも頑張ってみたいです。観光客も登りやすい山にしたいです。まあ、見た感じ簡単には見えたけど、とても力がいる仕事だったので、とても大変でした。みんなが楽しんでくれればそれでいいと思います。簡単な作業なんですけど、夢中になれて楽しかったです。たくさんの観光客が来てくれる、山城にしていきたいです。この日制作された案内看板やベンチなどは今月16日に生徒らが保存会のメンバーとともに城跡に設置するということです。